はいえー、と今回は「洗脳をする方法を知れば目覚めやすくなるんじゃないかな」というテーマです日常的に自分で考える癖がなくて流されやすい人っていうのは、まあ、大体もうテレビにね簡単にあの洗脳されてるわけですあの固定観念は時代によって変えていかないといけないのにずっと変わらない固定概念を持ってる人 もうこれはもう洗脳されているにこう等しいと思います。例えば、結婚しなきゃいけないって思ってる人、いますよね。なんかもうやたらと子供に結婚結婚っていう親。頭はまだ昭和時代のままなんでしょうね。子供がいないとい,いけないと思ってる人、いますよね。子供うめうめえ言うてる頭おかしい人。 頭はまだあの農業の全盛期の時代なんでしょうね、うん。一人だけを愛さなきゃいけないって思っている人、これもい,いますよね。まあ、ずっとなんかこう恋愛関係を維持するのはさすがに無理だと思うんですけどね。死ぬまでこのあた新たな出会いを我慢し続けないといけない。これ辛いですね。 学校行かないといけないと思ってる人いますよね。中学校以降に学んだことって、なんか社会に出て役に立ちましたかね。うん、立ったなら子供に行け行けっていうのはわかるけど、なんか役に立ったかな。うん。ね、親にずっと同じこと言われ続けて、で、子供が洗脳されて同じ観念を持つ大人になってしまう。 でテレビコマーシャルも何度も同じものを見せつけられますよね。でコロナの件も感染者数をね、ほんとしつこくしつこく報道し続けてます。で、洗脳の方法を紹介します。基本は2つの、えー、方法論でもう洗脳ができるみたいです。1つ目、同じ情報を与え続けること。これは、まあ、すり込み報道。 と、えー、表現されたりします2つ目外部からの情報を遮断する NHK だけは正しいっていう観念を持たせる実際持ってますよねなんか NHK だけはもう間違いがない情報を発信し続ける機関だみたいなでその NHK だけは正しいっていう観念が強ければ強いほどなんかネットの情報を軽んじるんですよね この2つでさらに効率よく洗脳するための秘策がもう一つ社会に隠されてますそれはですね砂糖を過剰に摂取させることなんですよ、まあ、砂糖はね依存性が非常に高いので、まあ、マイルドドラッグみたいなことも言われるんですけれども砂糖っていうのは神経に作用します えー、神経を鈍らせるんです。ね糖尿病になるくらいあの甘いものが好きな人はあの手足がしびれるという症状が出てきます。神経障害っていうのは糖尿病の方に最も多い、えー、合併症だということです。で高血糖が続くと、まあ、神経に栄養を与える血管が傷ついて。 血流が低下したりすることで起きる。まあ、糖尿病っていうのは血管病ですから。まあ、血管がボロボロになると神経にも栄養がいかなくなるってことですね。で、これは西洋医学がもうそういうふうに説明して断定しています。はい。砂糖っていうのは要するに神経障害を起こします。過剰に摂取するとね。はい。あと、砂糖っていうのは糖化の問題もありますから、 えー、皮膚がたるむとか、えー、視力も落ちたり、ね、歯もボロボロになりやすい。で、この、この、ね、この老化現象は、砂糖によっても進んでしまうんですよね。あの甘いものを食べた後に歯を磨かなかったら、なんか歯がちょっとネバネバして、あの歯茎も腫れやすいです。なんか丸い歯茎になるんですね。 でも塩は逆に歯茎を引き締める作用があります。そのことから塩の入った歯磨き粉とかも売ってます。サーカスの熊は角砂糖を1000個与えられておとなしく従わさせられている。オウム真理教も信者に甘露水を飲ませていた。そのことからも 砂糖によって脳神経を鈍らせることで洗脳しやすい状態になっているのかなと、えー、予想していますでそんな砂糖の問題はですねもう食品業界が甘味料とグルタミン酸ナトリウムで満たされ尽くしているってことが例えば総菜菓子パンスイーツ清涼飲料水 野菜ジュースも含めて原材料を見ると甘味料が主役なんですね大体先頭に加糖、ブドウ糖、液糖って書いてありますからねでじゃあしょっぱいものはどうかって言ったらさ原材料のスラッシュ以降にねもう調味料、アミノ酸などって書いてあるんですよもうこれが入ってるともう強烈な旨味がありますからもうおか美味しいんですめちゃくちゃ やめられない止まらないの正体は調味料アミノ酸など、まあ、これは別名グルタミン酸ナトリウム MSG とも略されますでこの MSG も残念なことに神経毒の部類なんですねあの興奮毒性が確認されていて脳へのダメージがありますだから甘いものもしょっぱいものも 神経毒をもたらすでさらに依存性も強い。だから食品とか外食チェーン産業は、もう容赦なく甘味料と MSG を使って中毒者を生み出しとるわけです。なので、最近、あの、吉牛の出現問題ありましたよね。だから田舎から出てきた若い女性を、無垢な女性を、 牛丼の中毒にさせるみたいな発言、まあ、まあそんなそんなのはね商売する側の基本中の基本で当たり前のことなんで別に普通のことを言っただけじゃんって僕は思ってしまうんですけれどもね、まあ、実際の発言がちょっと引くほど下品だったんでしょう、まあ、でもそもそも利益追求型の連中っていうのはもう漏れなく最高野郎なんですよ そのことを把握しておけば別にあんな失言はまあ普通に感じちゃうんですけどね。本当に、ね、この電通、日本最大の広告代理店。これはもう洗脳代理店であり、えー、メディアは洗脳ツールであるということはもう明白ですよ。ね、ずっと同じ CM を見させる。CM に映ってる食品は漏れなく甘味料たっぷり。 で毎日同じような芸能人を見せてでいずれかのファンにさせればテレビに夢中になるこれはもうある意味情報の遮断ですずっと同じあの人が出続けるとなんか見てる側もなんか見てその人を見ると安心するんですってで新しいちょっとタレントが出てきたら最初はちょっと警戒しつつもなんかでも見てるうちになんかどんどん いい面もね、知ることができて、どんどん好きになっていくものらしいです。まあ、これもでも、はっきり言って、はから見ると芸能事務所のゴリ押しなだけなんですけどね。でも、テレビもね、本当に、なんであんなにみんな見るんでしょうね。面白いのかな、そんなに。なんか、芸能人同士による鬼ごっこみたいな、なんか、逃走中っていう番組あるみたいですけど、 何なんですかあれ。鬼ごっこって。子供向けの番組かなうん。まあまあ健康的な遊びやからまあいいか。として、あと、モニタリング。これ僕もなんかちらっと見たことありますよ。だから街に芸能人を忍ばせて、で、芸能人の崇拝者たちがね、気づくかどうかみたいな。それを見てこう、ワクワクするんでしょうかね。もうそれ、 みんなさ、芸能界っていう宗教の信者なんですね、きっとね。うん。であと、ドッキリグランプリ GP みたいなね、番組もあるそうです。もう昔から変わらず同じようなドッキリをし,し続けてるみたいなんですけど、まあこれも、もう子供向けでしょ、これ。大人になっても楽しめるものなのかな。うん、まあでもやっぱり、 信者だとやっぱ楽しいんでしょうね。うん。だから、洗脳されてる人たちって、まあある意味楽しそうだったりするんですよ。ただ、メディアとか食品業界の悪だくみ、陰謀を知った上で芸能人とかテレビをこう崇拝するならいいんですけどね。把握した上なら。はい。 ということで今回は洗脳の方法を知った上で社会を見渡すとメディアとそのスポンサーである大手食品メーカーの連携によりなんと上手に国民を手なずけてることかとしかし我々少数派はそうやすやすと引っかかりませんよ、ね、たくさんの情報を得てちゃんと独自で分析しますからで 甘味料は天然のミネラルがちゃんと含んだものをチョイスして過剰に摂取しないよう正しくお付き合いしますからね。